多くの皆さんにお集めいただきまして誠にありがとうございます。14日目決戦の時が来ました。最後まで応援お願いします。頑張れ緑富士。焼津市役所では地元のファンが多く集まっています。今日もなんか真っ向からぶつかっていくような相撲で なんか押し切ってほしい感じですね。そうですね、前に出て大栄翔をどうにか大栄翔にどうにか勝ってほしいなというふうに思います。ポイントはそこですかね、やっぱり右足だと思いますね。もうトンジュリバーが残念でした。でも頑張りました。三役目指して明日ぜひ勝ってほしいです。応援してます。残念だけど小さい体で床に立ち向かうところが好きなんで応援してます。残念でしたね。本当にみんな期待してくれたけど、もう今場所本当に最高に盛り上げてくれたから、また来場所も頑張ってね、焼津のみんなを喜ばせてもらいたいと思います。期待してます。